驚きの秘密。異世界から来た秋篠宮優仁様と恵子様が東京農業を体験する。ある。日、秋篠宮優仁様と恵子様が東京農業大学の体験プログラムに参加しました。ところが、参加すると、なんと異世界に飛ばされるという出来事が。異世界の風景は、まるでファンタジーの世界のようでした。そこで、二人は、東京農業大学の畑や牧場で、普段の生活とは全く違う農業を体験しました。すると、なんと、その異世界では、植物も動物も、瞬く間に育つことができたのです。そして、二人は、農業を通じて自然と触れ合い、出された様々な課題に挑戦していき、ました。最初は、戸惑っていた二人も、次第に楽しさに目覚めていったようです。そんな中、二人は、異世界での生活に慣れ、東京に戻ることになった時、異世界から戻る、ための方法が思い出せなくなってしまいました。二人はパニックに陥っていましたが、そこで異世界で出会った人々の助けを得て、無事、に日本に帰ることができました。東京農業大学の当初の目的は、農業に関する知識と技術を学ぶことでしたが、二人にとっては、異世界体験も加わり、大変貴重な思い出となったようです。そして、飛び込んでいった異世界に出会った人々や、自然との接し方について、新たな発見もあったとか、これからも、秋篠宮優仁様と恵子様が、日本を代表する農業士として、農業の発展に、貢献していってくれることを期待したいですね。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。